iPhone12 の発売日と同時に新しく変えれたんですよ。で、色も自分の欲しい色で、予約したのなんて発売初日の3日前くらいかな。電気屋行ってなんか予約やってますみたいなのがやってて、だから、あ、じゃあ一応予約しとこうかなって思って、で、どれにしますかって、あ、プロのって言って、ギガワって一番大きいやつでって言って、あ、でもこれ多分すごい人気なんで、もしかしたら1ヶ月ぐらい待つかもしれませんみたいな言われたんで、あ、全然と思ったら、前日の夜に電話かかってきて、明日もうあるので、ぜひ来てくださいっていう。こう、めちゃくちゃ嬉しかった。だからって何が違うかって言ったら、まだわかんないですけどね。何が違うのかっていうのは。ただやっぱこう画面が少し大きくなったりとか、カメラの画質が上がってるっていうのがあるんですけど、まだね、一枚も写真撮ってないんで。LDH Perfect Year 2020 FM Osaka 50th Year Laughin Music Room。 というわけで、あら、これもう始まってる感じですかね。あら、全部筒抜けですかこれは。じゃあ、さあ、というわけでいいですか、LDH Perfect Year 2020 と FM 大阪開局50周年イヤーを記念したスペシャル番組、ラフ&ミュージックルーム。毎月月替わりで LDH 所属のアーティストが担当するということですが、今月は劇団 EXILE の僕、小野塚隼人と町戸啓太がお送りします。まず今週と来週は小野塚隼人がお届けするということで、これ FM 大阪開局50周年、素晴らしいです。まずおめでとうございます。そして僕、関西の FM 大阪さんで多分こうラジオやるの初めてかな。なんかあんまりこう関西の人にラジオ聞いてもらうっていうのもちょっと新鮮なので、ちょっとじゃあ今日は全部関西弁でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで初めましての方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をしたいと思います。まずね、僕はあの劇団 EXILE というところがあって、劇団 EXILE とは一体何なのかということですね。まあそもそも劇団 EXILE なのか劇団 EXILE なのか、まずそういうところの問題もありますけどね。あの、僕のおじいちゃんなんか EXILE って言うんで、 EXILE だよってずっとこの8年間ぐらい言い続けてるんですけど、未だに EXILE なんですね。だから、EXILE だよっていうことをまず皆さん認識していただきまして、まあ、その僕含めてメンバーが9人います。皆さんは、年齢も出身地もバラバラな個性豊かな9名がこの劇団 EXILE というグループでですね、活動しているんですけど、普段は皆さん役者でこう仕事をそれぞれ各々頑張っているという集団です。で、僕自身も小野塚隼人ということで、まあ、僕はまあ主な代表作だと、あと仮面ライダーだったりそういったものに、出ています。はい、ということで、まあ、まずね2週あるので、今週はまあ僕自身のことだったり役者のことだったり仕事のことだったりをゆるく話していきたいと思います。皆さんぜひ最後まで聞いてください。 LDH Perfect Year 2020 FM Osaka Laughin Music Room ラフ&ミュージックルーム。11月は劇団 EXILE の僕、小野塚隼人と町田啓太がお送りします。まず今週と来週は僕、小野塚隼人がお話ししていきたいと思います。はい、というわけでちょっと僕初めてなんですよね、この自分一人だけでラジオやるっていうのが。だからね、なんていうんですかね、いつもだったら隣に誰かメンバーが一人いたりとかがあったんで、こう会話しながらっていうのが出てたんですけど、今回は完全にずっと一人で喋ってる、完全に今このラジオ聞いてる人に向かって僕の一人ごとただただ聞いてもらうという20分間、30分間になっておりますので、皆さんゆるーくね、本当になんかしながら聞いていただければ、はい、と思います。ってことで、先ほども触れましたけど、その劇団 EXILE というところに加入して、僕自身がですね、今8年目、9年目になったのかな、多分8年経って9年目っていうぐらいだと思うんですけど、なんか本当に不思議な感じで、まあ、僕は実際はこのちっちゃい時っていうか、小さい幼い頃からサッカーをやってたので、もともとまあプロサッカー選手を目指してた、あの本当に何だろう、小学校に男の中で3分の1はいるサッカー少年の一人みたいな感じだったんですけど、まさか
本当に自分がね、子供の頃毎日のように泥だらけになってサッカーボール蹴った少年が今こうやって役者というお仕事ねさせてもらえるなんて想像もしてなかったんで、なんか本当に例えばですけど僕本当中学生の時とか普通にエグザイルさんのファンでしたし、その自分が何数年後にはメンバーの人たちと一緒に舞台やったり同じドラマ出たりとか考えられなかったですよね。考えられなかったっていうか、なんか想像もできてなかったので、本当に人生って何があるかわからないなと思ってるんですけど、なんか本当にサッカーやってた時の高校生かな高1かなの時になんかプロサッカーを選手を目指してたんですけど、僕は結構強豪校に高校の時入ったんで、なんかそれまではがむしゃらにサッカーをやっていることでできないことが一つ一つできたりとか、自分の苦手なものができたりとか、そういうなんかこう、あと必ずプロになるっていうすごい熱量っていうかがむしゃらにこう追っかけてたんですけど、高校生ぐらいになるとやっぱだんだん周りの誘惑というかこうね、遊びの誘惑とかね、あとは何ですかね、なんか彼女と一緒に帰ってるやつがいたりとか、放課後終わったらカラオケ行こうぜっつって楽しそうにやってるやつがいたりとか、あとはこうサッカー同じサッカー部にもこう本気でプロになれる、うまさを持ってるやつと、そうじゃない自分みたいな、なんかあこういうやつがプロになるのかなみたいな、なんか如実にその実力差がこう現実というかをこう感じたのが高一だったんですけど、まあでもぶっちゃけ多分そのまま諦めずにやったらプロサッカー選手になれたかもしれないとか、結構なんか不意に考える時とかあるんですよね、未だに。そしたらどうなったんだろうとか、例えば3年間高校サッカー部続けてたらどうなったんだろうとか、あでもそれだったらタイミング的に劇団 EXILE には入れなかったなとか、いろんなことがねこうあるんで、なんかね、多分これ学生の人とかもし聞いてたらあれですけど、夢をこう諦めることとなんかこう夢を捨てることはまたちょっと違うと思うんですよね。なんかこう投げやりになって捨てちゃダメだと思うんですけど、諦めたというよりかはなんか恥ずかしいですけど、10代のノリでなんかあ俺ぶっちゃけですけどプロサッカー選手になるようにエグザイルになった方が絶対モテるじゃんみたいな感じでやめちゃったんですよ本当にだから本当にその時の部員の人にも俺明日からエグザイル目指すわみたいな感じでやめた、本当とんでもないバカだったので、それに比べたらね皆さんね相当多分自分の人生のことをちゃんと考えている人が多いと思うんですよね。だけど意外とそういうノリで行っちゃう時って結構大事だったりする時もあるので、なんか皆さん今こうね、なんかこれやろうかなあれやろうかなみたいな、でもなーとかって多分考えちゃうと思うんですけど、マジで一回やってみたらいいと思うとは思います。はい、なんか序盤からこんないい話してもうじゃあこれでエンディングで終わりたいところなんですけど、まだまだ全然続くので、それで今、ちょうど学生の話してたんで、なんか学生の時聴いてた音楽とか今の人でもどうなんだろう、全然違いますけど、僕らの世代やっぱオレンジレンジとか、あとユイとか、グリーンとか、あとなんだろうな、アクアタイムズとか、そういうのがめちゃくちゃ流行ったかな。もっと流行ってるのいっぱいありましたけど、ケツメイシとか。でもケツメイシは割と僕らの前の人たちもみんな大人の方も好きなので、はい、リップスライムとか、なんかいろいろこう、まあ人によってラッドウィンプスとか いっぱい出てきますけど、結構ね今のだって高校生はそれこそあいみょんさんだったりね、須田まさきさんだったり、米津さんだったりね、ヒゲダンディズムだったりありますけどね、なんかなんでですかね、あの中学生と高校生とか、あのちょうど思春期ど真ん中の時が一番なんかその時にやってたこととか、あの聞いてた音楽とかすごく覚えてて、でそれを大人になってお酒飲めるようになって、久々に同級生とか飲んだ時とかカラオケ行こうよって言ってカラオケ行って、その
ちょうど学生の時に流行ってた曲を入れた時の異様な盛り上がり、なんかその時のなんか匂いとか風景まで音楽聴くと蘇ってくるんですよね。そういうのなんかわーみたいな、なんかこの時聴いてたとか、あーこの時付き合ってた彼女に振られた時に聴いたわとか、まあその中の一つに僕はやっぱ EXILE さんがいたんですけど、っていうのもあってね、懐かしいですね。というわけでこの懐かしい気持ちをそのままちょっと曲に乗せたいところなんですけど、実は僕どうしても聴きたい曲というか、最近やっぱ僕アニメ好きなので、今ね僕ずっとね昔から漫画で好きだった呪術廻戦っていうのが、これずっと少年ジャンプからずっと追ってたんですけど、それが単行本出て、で次今回アニメ化ようやくなって10月の初めですかね、先月の。もうね最高です、本当に。鬼滅の刃に勝るとも劣らないぐらい僕は好きです。というわけで聞いていただきましょう、イブでカイカイキタン。Perfect Year 2020 FM Osaka Laughing Music Room ラフ&ミュージックルーム、今週と来週はゲゲダエグザイルの小野塚隼人がお届けします。ということで、次はですね、ちょっと先月、10月26日月曜日からですね始まりましたドラマ、テレビ東京さんですね、共演 NG というね、ドラマがスタートしました。はい、ということでこれに僕がね出演してるんですけども、まずどんなドラマかと言いますと、業界の芸能の業界の裏側に迫ったお話で、まあこんなこと言ったらあれですけど、その共演 NG という例えばなんだろうな、こう昔こうなんか揉めてしまってたりとか、あとその事務所と事務所の NG があるとか、なんかそういう業界のタブーと言われるものがこの世界には存在するらしいと、僕もちょっとそういうのはあまりよくわからないんですけど、なんかあるというわけで、その中でですね、この、まあ、僕の役がこの主演が中井貴一さんと鈴木京香さんなんですけど、その二人はこう二人とも大御所のすごい活躍されてる俳優と女優の役で、僕はその中井貴一さん演じる遠山英二という役の付き人をやってるんですけども、まあその中井貴一さん演じる遠山英二と、鈴木京香さん演じる大園瞳が、25年前に、付き合っていたというところから、もともと付き合っていたんですけど、中井貴一さん演じる富山英二さんがですね、二股をしてしまい、それが発覚してしまい、そこからこう別れてしまったと。でそこから25年間ずっと共演 NG が続いてた。まずそこの共演 NG だった二人をキャスティングしてドラマが始まるっていうところから、先週ですね、スタートしました。本当にね、なんだろう、しかもその中井貴一さん、鈴木京香さんだけじゃなくて、その出るこの共演 NG というドラマの中にさらに殺したいほど愛してるというドラマをやるんですけども、言ってる意味わかりますかね、これ劇中ドラマみたいなことですかね。はい、劇中ドラマみたいなのがあって、そのドラマにキャスティングされた他の若手俳優だったり、本当に大御所の俳優だったり、いろんな人がいるんですけど、それもみんな共演 NG っていう、その本当に共演 NG アベンジャーズという言い方をしてるんですけど、が集まったらどんなドラマになるのかというストーリーになっております。いやー、伝わってるかな。だからね、ちょっとんって一回ちょっと巻き戻して聞こうかなって思うぐらいな感じじゃないですか。本当に撮影現場もそうなんですけど、ドラマの撮影をしている撮影スタッフがいまして、でそのドラマを撮ってる中にドラマを撮るわけですよ。その劇中ドラマというね、殺したいほど愛してるというドラマを。でそこに、レギュラースタッフさんとかがいて、それが撮影スタッフの役とかをやってるわけですよ。だからそのシーンにスタッフがめちゃくちゃ多いなみたいな。どっからどこまでが役者さんが演じてるスタッフの役で、どっからどこまでが本物のスタッフさんなのかが分からなくなるというのと、あと本番よーいスタートって共演 NG の監督の大根さんは言うんですけど、監督役の岡部さんという方がいまして、
その人も本番用意スタートって言うんですよ。だから本番用意スタートって言ったら、はい本番用意スタートって言って、はいカットって言った後に、はいカットってなるわけですよ。だからカットって言ってみんな芝居を最初止めちゃって、あ違うカットじゃないんだっていうのが多々ありました。あれどっちがどうなってんのみたいなっていうね、ちょっとね混乱するなんか二重構造みたいなこうね現場になってて面白かったですよ。なかなかないという、自分たちのやってる職業を演じるわけですから、俳優さんが俳優の役を演じるとかね、まあ、僕は裏方だったんですごい勉強になりました。いろいろ、ああこうやって裏のスタッフさんって動いてるんだとか、まあ、大変だな、みんなすっごい走り回ってるなとか、ああこういうケアとかしてるんだとかっていうのがこう演技を通してこう分かるというね、はい、すごい面白かったですね。うん、僕はなんか付き人っていうとあれですけど、一応俳優を目指してる付き人の役なので、なぜかねこうモニターが、監督が座ってるモニター見る監督のその場所があって、そこにこう衣装さんだったりメイクさんだったりとかはモニターを見ながら化粧にヨレがないかとか、服になんかこうシワがないかとか、ヨレてないかとか、そういうのを確認するために一緒にこう監督が見てるモニターを一緒に見るわけですよ。そこに付き人の俺がなぜか最前線で見てたりとか、いや後ろの衣装さんとかメイクさん絶対あの付き人の人邪魔だよねって言われちゃうよねって思うぐらいなところにいるんですけど、まあ一応それは僕はまあ今もね放送スタートしたんで、まあ自分の心情としては、まあそのエイジさんにこう、もっと演技勉強しろと言われてるから、こう熱心にエイジさんが芝居してるところを見てるという体で言いますので、はい、皆さんそこはそういう目で温かく、見ていただきたいと思います。はい、まあ、それで、まあ、ドラマが共演 NG ということで、まあ、僕自身共演 NG なものがありますかというね、これはどういうことかというと、まあ、食べ物だったり生き物場所とかね、なんだろう、食べ物はねあるんですよ、絶対的な共演 NG が。こうパクチー、これはもうどうしても共演 NG ですね。多分共演の OK がなる日はないと思いますね。なんだろうね、ちょっと入ってるだけでわかる、もう25メートルプールにちょっとでも入れたらわかる、あパクチー入ってるこのプールみたいなぐらいもう敏感になってる、パクチーに対しての。もう見た目はいいけど口に入れたらダメだと思う。だからパクチーバーみたいな、なんつうの、専門店みたいなとこあるじゃないですかね。ちょっと前流行りましたよね。ありえない。好きな人聞いてたらそっとチャンネル切ってもらってもいいですけど、いやこれはね個人的な下の問題の話なんで、俺はもう本当にね信者パクチーだけ食べてたら体にすごいいいんだよとか言われますよ。いや本当美味しいじゃんみたいな、あなたはねっていう、僕は違いますっていうね、そうやってね皆さんのね個性をね尊重し合って、これからも生きていけたらと思っております。はい、ということでここで一曲なんですけども、まあねせっかくこの共演 NG の話してるんで、まあこれにまつわる曲と思いきやですね、僕個人的に最近鬼滅の刃の映画を見に行きまして、まこれマジでもうずっと鬼滅の刃は漫画もこれこそジャンプからもずっと追ってまして、でアニメもね去年出てずっと見てましたけど、もうそれのもうそのまま直結で行くんですね、その時間軸的には。映画はもうね漫画のその後、皆さん漫画見てその同じ場所見てください。もうねセリフからコマ送りからかなり忠実になってます。でその主題歌、これリサさんのグレンゲってめっちゃ流行ったじゃないですか。で今回新しく新曲出てます。このリサさんの新曲、これから今流す曲を聞いて歌詞を見るとなるほどなって思います。それでは聴いてください、リサさんでホームラン。Perfect Year 2020 FM Osaka 50th Year Laughing Music Room Laughing Music Room ラフ&ミュージックルーム、もうエンディングの時間となりました。いやー早かったですね。俺なんか一人で20分も30分も
喋れないんじゃないかって思ってたんですよ。余裕ですって。俺そんな普段家とかで喋ってないかなって思うぐらい、まあ喋ることはないんですけど、特に家で何かブツ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 喋ってるわけじゃないんですけど、なんかいやちょっと言葉が詰まったりとかってあるかなと思ったら全くない。この調子でね、来週もね爽快に飛ばしていきたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。ということで、最後に告知をさせてください。先月からテレビ大阪に行って、毎週月曜夜10時からテレビドラマ共演 NG が放送されています。ぜひその他のね情報はオフィシャルホームページや SNS をチェックしてください。来週もいろんな話をしたいと思いますので、ぜひ皆さん聞いてください。ラフ&ミュージックルーム、今週は劇団 EXILE の小野塚隼人がお送りしました。ではまた来週、バイバイ。